胎内市の中条高校で今日、県選挙管理委員会による特別授業が行われました。高校生に配られたのがこちらの未来レターです。選挙権を得る前の自分が選挙権を得た自分に向けて手紙を書きます。19歳になった自分に向けて選挙への思いを綴る未来レター。選挙権は18歳から与えられますが、なぜ19歳なのでしょうか。例えば大学、専門学校、短大等で親元離れる、胎内市から例えば東京の大学に進学したとかで、住民票を移さないでいると投票の案内がないで投票できない。県内の投票率は過去3回の国政選挙でいずれも18歳に比べ19歳の投票率が低くなっています。県選管は19歳になる年の選挙の時にこの未来レターを本人に発送することで投票率の向上を図る狙いです。19歳になったら進学したりで就職活動忙しいと思うんですけど、だからってその面倒くさがらないで忘れないで、19歳になってもおばあちゃんになってもずっとちゃんと政治に参加したいなっていう思いを書きました。高校生の時に学び考えたこととか、19歳になった時に改めて読んで選挙の意義とか重要性みたいなところを再認識してほしいなと思います。生徒たちは国の未来を決める大切な選挙への理解を深めたようです。